ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画ではアルジェリア航空5017便墜落事故を紹介するぜ。旅客機の墜落事故だね。あらすじとしては、アルジェリアの首都アルジェに向かっていた旅客機の反応がレーダーから消失し、その後にマリの砂漠で機体の残骸が発見されたというものだ。当然ながら生存者はゼロ、乗員乗客116名全員が死亡している。まあ飛行機の墜落事故って、たった一人でも生存者がいれば奇跡ってレベルだからな。それにしても、アルジェリアとマリというと、どちらもアフリカの国だね。事故現場はアフリカだが、特に西アフリカという土地は、歴史的にフランスとつながりが深くてな。乗客の半数近く、50人ほどがフランス国民だったそうだ。それはまたややこしいというか、揉めそうな文脈というか、ややこしくて揉めそうな文脈というと、それだけじゃない。この事故機はアメリカの会社が製造した航空機だったんだが、実は、同じシリーズの旅客機で、過去にも類似のトラブルが数件確認されているんだ。うわぁ、前もって事故の予兆があったパターン。さらに、事故機は製造から20年近くも経過しており、そのためか何度も不具合を起こしていた。だが一方で、事故の数日前にはフランス本国で点検を受けていてな。その時点では良好な状態だったとも言われている。これは、どこに事故の原因があったのか、誰が責任を取るかってので揉めそうな雰囲気だね。ともあれまずは早速、この墜落事故の経緯を見ていくことにしよう。2014年7月24日の午前1時15分、西アフリカのブルキナファソにあるワガブブー空港から、アルジェリア航空5017便が離陸した。目的地はアルジェリアのウアリブーメディアン空港。到着予定時刻は午前4時10分頃、乗員6名と乗客110名を乗せていたとのことだ。ブルキナファソからアルジェリアか、地図で言うと、西アフリカの内陸部からまっすぐ北上するようなルートだね。この航空機は1996年に製造されたもので、複数の航空会社を経て利用されていた。それを2012年にスペインの航空会社が購入し、2014年6月からはアルジェリア航空に夏季限定でリースしていたという。結構年季入ってるのね。でも、製造から18年も経っているとなると、メンテナンスは欠かせなさそうだけど、そもそも事故以前から何度も不具合があった。ただ数日前の点検では良好な状態だった。っていう話だったよね。そうだな、順を追って見ていこうか。まず、この事故機は米マクドネル・ダグラス社製の MD83 という機体だった。この MD83 という機体がちょっとクセモノで、1世代前の MD82 と合わせて、過去に2度ほどちょっとしたトラブルがあったんだ。ちょっとしたトラブル？内容としては飛行中に突如として両エンジンの推力が低下するというものだった。当然だが、放置していれば徐々に失速して、そのまま墜落って流れだな。ちょっとしたどころじゃない。ただ、いずれも操縦していたパイロットが適切な対処を取ったことで、このトラブルが事故に発展することはなかった。でもさ、この文脈でいくと、今回のアルジェリア航空5017便墜落事故ってのは、この2件と同様のトラブルが起きてしまい、パイロットが即座に対応できなかったために墜落した可能性が非常に高い。やっぱそういうことになるよね。その場でとっさの判断ができなかったパイロットの責任なのか、それとも似たようなトラブルを起こしていたにもかかわらず対策が不十分だった製造元の責任なのか。また、今回の事故機については、以前からエンジン圧力比のシステムに関する技術的な欠陥があったことが指摘されている。エンジン圧力比？すごくざっくり言ってしまうと、左右のエンジン出力のバランスがバラバラになってしまうということだな。いやそれも相当やばいでしょ。また他にも、事故前年の2013年から何度も障害が起きており、その度にメンテナンスや部品の交換を繰り返していたという。もうすでに事故の予兆はあったのね。ともあれ、事故の時系列に話を戻そう。離陸から20分ちょっと経ったところで、アルジェリア航空5017便に最初の異変が起きる。異変？高度を維持し始めたまま、速度が著しく減少するんだ。当初は大気速度、すなわち大気との相対速度でおよそ時速 520km ほどで巡航していたんだが、わずか2分の間に、これが時速およそ 370km ほどにまで下がってしまう。明らかにおかしいね。さらにその数分後には、時速およそ 300km まで低下した。やがて機体は左旋回を開始しながら、急速に高度を失っていく。左旋回しながらか、エンジンの圧力比のシステムに異常があった、というのが気になってくるね。ただ、こういった一連の情報
報は墜落した事故機のフライトレコーダーから得られた情報でな。管制の視点では、離陸から約50分後、マリ共和国の上空で突如としてレーダーから反応が消えてしまい、何が何だかわからないような状態だった。まあでも、レーダーから反応が消えた時点で、まず無事では済まないって予想がつくわ。余談だが、事故機の最後の地上との交信は、ナイジェリアの航空管制当局と行ったものだった。内容としては積乱雲を避けるためにナイジェリア上空に飛行経路の変更を要請するというものだ。当時はアフリカ西部で悪天候が発生しやすかったこともあり、事故当時は乱気流などの影響によって、機体がコントロールを失ったのではないかと考えられていたという。でも、実際は機体そのものの問題だったんだよね。さあ、どうかな。うわ、意味深。確かに、この事故機は製造からかなり時間が経っていて、たびたび不具合を起こしていた。それに、同じ製造元の航空機でも同様のトラブルがあったのも事実だとは言っておこう。ともあれ、このアルジェリア航空5017便には大勢のフランス国民も搭乗していたこともあり、捜索にはフランス軍の戦闘機まで借り出されることになった。まあ西アフリカってもともとフランスの駐留軍とかいるもんね。事故機の残骸は、翌7月25日にマリ北部で発見されたとのことだ。残骸といっても、パッと見では航空機とは判別がつかないほどのバラバラでな。遺体もほぼ原型をとどめておらず、身元の判別すら難しい状態だったという。アルジェリアやブルキナファソでは追悼が行われ、また身元不明の遺体はそのままマリの首都に埋葬された。辛いなぁ。さて、ここからはこの墜落事故に至った原因を見ていくことにしよう。今のところ聞いている感じでは、実中ハックで機体側のトラブルだと思うんだけど、事故調査はマリの当局指導の下で行われ、フランス航空事故調査局も技術支援を行った。事故機のブラックボックスは無事に回収されたが、ボイスレコーダーは事故とは特に関係のない普通の故障で記録ができていなかったという。なんかもう、ことごとくオンボロだなぁ。だが、フライトデータのレコーダーだけは無事だったため、これと管制記録を参照して調査が進んだ。調査の結果、確かに事故当日の悪天候は、機体が失速した原因として挙げられたが、あ、そうなの？だがそれ以上に、調査が進むにつれてどうやらエンジン圧力比に何か問題がありそうだぞというのが明らかになった。フライトレコーダーを調べたところ、飛行中に両エンジンの圧力比が不規則な状態になっており、しかも誤った数値が表示されていたそうだ。ほら見たことか。まあ待て待て。この誤った数値が表示されたことのそもそもの原因なんだが、どうやら、圧力センサーが着氷によって塞がれてしまったためだったという。つまり、寒すぎて凍りついちゃったってこと？そういうことになるな。え、それってかなりまずくない？じゃあ冬とかはどうするのよ。いや、本来なら除氷装置というのがあって、これを作動させていれば圧力センサーが氷で覆われるようなことはないんだよ。じゃあ、それが作動していなかったということになるね。より正確に言うなら、パイロットが除氷装置を作動させなかっただな。おっと？もちろん、本来ならばこのような悪天候では、除氷装置を作動させることになっている。なぜパイロットがそれをしなかったのか、理由は誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、作動させなかったために圧力センサーが凍りつき、誤った数値を出して、オートパイロットがその誤った数値に基づいてエンジンの推力を抑えていたってことだ。それで急にスピードが落ちたのか。でも、その後も高度はしばらく維持していたんだよね。しかし、スピードは抑えつつ高度を保つために、オートパイロットは機体の角度をどんどん傾けていったんだ。うわ、なんかまずそうな雰囲気。でも、それって自動操縦を解除してしまえば、どうにかなったんじゃないの？まあそうだな。過去の類似の案件では、パイロットが速度の低下に気づいて、すぐに自動操縦を解除している。そのために機体はコントロールを取り戻して事なきを得たんだが、この事故機では、パイロットの反応が遅れてしまったのか。フライトレコーダーによれば、失速からの回復操縦は行われなかったが、機体の角度調整や、急旋回の対処などを試みていた記録はある。つまり、スピードが落ちている最中ではなく、そこから角度がおかしくなったタイミングでようやく操縦したってことになるね。それにしても、さっきまでの話だと、てっきり機体そのものに不具合があるっぽい感じだったけど、まあ、ネタバラシをするとだな。そもそも過去の類似のトラブルも、エンジン圧力比のシステムの不具合も、いずれも除氷装置を作動させずに氷でセンサーが覆われたことが原因だった可能性がある。というか、過去の類似のトラブルのうち、少なくとも1件はパイロットが除氷装置を作動させていなかったことが原因だった、と明らかになっているんだ。何それ？つまり、パイロットが起こした機体トラブルだった、ということもできるわけだな。
ただ肩を持つというわけじゃないんだが、この事故機のパイロットは当日の悪天候なども相まって、かなりのタスクに追われていてな。助養装置の必要性に気づけないくらい忙しかった。ってこと？うむ。また、エンジン圧力比のシステムの異常を見分けるための書類を持っていなかったし、異常が起きた時にどのように対処するかの訓練も受けていなかった。それはいくらなんでも、航空会社の手落ちじゃない？そうか？だってさ、いくら悪天候とはいえ、そもそもこの時期の西アフリカは天気が荒れやすいってわかってるんでしょ？そこを飛んでもらうパイロットに、もしこういうトラブルが起きたらどう対処するかを教えないだなんて、まあここはちょっと難しいところだよな。何せ、本来なら手順に従ってパイロットが助養装置を作動させるはずだからさ、助養装置を使わずにセンサーが凍りついたらどうするかなんて、考える必要がなかったんじゃないかな。あ、そうか、ともあれ、この手順に従わなかった、あるいは助養装置を作動させる必要がないという判断ミスを犯したのはパイロット自身だ。結果、圧力センサーが氷に覆われてしまい、数値が不正確なものになって、その不正確な数字をもとに自動操縦が働いてしまったということだ。全部聞いても、改めてややこしいって思うわ。この事故の原因をパイロットの練度不足ということで片付けるのは簡単だ。しかし、類似のトラブルが何件も起きている以上、もっと根本的な解決が必要になってくる。パイロットが気をつければいいぜ。絶対に似たような事故がいつかまた起きるよね。人間はミスをする生き物なんだから。このため、事故後はアメリカ連邦航空局に対して着氷に関する緊急の推奨がなされたとのことだ。ともあれ、アルジェリア航空5017便墜落事故の紹介としてはこんなところだぜ。みんなは今回の事故についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってね。チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしくな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。